経済学批判は、カール・マルクスの六辺プランからなる、経済学批判体系の第一文析に相当する、著作である。フェルディナント・ラッサールの協力により、ドゥンカー書店から1859年に出版された。助言、第一章商品、第二章貨幣、または単純流通からなる。経済学が用いている、経済的カテゴリーを批判することを通じて、 資本主義経済のシステムを批判することを目的としている。この本の上限によると資本主義経済のシステムを資本、土地所有、賃労働、国家、外国貿易、世界市場の順序で考察することになっていた。そのうち交換されたのは第一部資本についてのうちの最初の2章、商品と商品流通についてだけである。続きは 上の計画をもとに分冊形式で出す予定だったが、1867年に資本論の形で出ることになった。資本論では、最初の章に経済学批判の内容が要約され、また序述が改善されているとマルクスは言っている。序言では、唯物主観の簡単な定式が述べられている。法訳では補い録として、経済学批判要項から転載された。 経済学批判への除雪が収められている。なお、経済学批判の助言、ホーバトと経済学批判要項の除雪、アインライトンは別物である。ありがとうございます。